そんなことが書かれていたので。さあ、ということで、スピリットプラザ5階にたどり着きましたね。で、あれ、酸素とかそんなにマックスにしてこなかったか？あれ？それだけ忘れてたか。まあでもいいや。確かどっちかは、そうだね、酸素は大丈夫だから、あとは温度だけなんだけど。うわ、ちょっと待って、いきなり魑魅魍魎。こいつ早えな。やたら、アンヨが上手。よし、倒した。で、サブマシンガンに変えて、ベイベーちゃんを倒そう。ちょっと待って、音がでかい、音が。うわー、ちょっと、ありだ。無茶口様が出てきた。ちなみに私はこれをミシャグジ様って呼んでるの、なんでだろうって思う人がいるかもしれないんですけど、あ、クモの巣に引っかかる？そう、ミシャグジ様、なんでミシャグジ様なんだろうっていう人がいると思うんですけど、あれですよ、ちっちゃい、一番ちっちゃい状態の時のあいつがすげえ男性器に似てるからですね。頭の部分がもろ男性器じゃんみたいな感じだったんで、ミシャグジ様とかいうね、名前をつけて呼んでるんですけど、おっと、ここにいたか。お、やべ、当たっちまった。くそ。おお、ちょっと待って、何それ。おかしい、おかしい、おかしいって、おかしいって。おお。この支柱がいっぱいあるパターンのやつね。マップ埋めるのめんどくせえからやめてほしいんだよな。大してこのマップアドバンテージねえし。いや、でもこれ服壊れてんの、なんだこれ。なんでゼロになってんだ。ファイアリングホール。あれ、敵いない、もしかして。え、若干この変えてくるのやめていただいてよろしいですか。若干っていうか相当変わってんだけど。俺の、ああ、そうか、こっからか。こいつに効いてんのかな。ああ、でも効いてるっぽいな。あっちゅう間に死んだ。これでどっから敵が出てくるかだよね。うにょうにょが扉開けちゃうからさ、ビル感は変わんないんだ。うにょうにょが扉開けちゃうから、やっぱ来てる。よし、オッケー。で、これで後ろとかにいる可能性があるから、あー、そうだね、やっぱ開けてきた。よしよし、いいね、いいね、いいんじゃない、いいんじゃない。グレネード超強いよ。で、あいつらが、よし、オッケー、吹き飛べ、ほら、吹き飛べ。よし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 、いいんじゃない、いいんじゃない。グレネード強えな。よし、親を先に殺そう。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、いいんじゃない、いいんじゃない。なかなかうまくいってると思うよ。まあ、服がね、服の耐久度がゼロになってること以外は全てうまくいってるような気がする。よし、オッケーオッケーオッケー。暗い、痛い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 。お前バカ野郎、そのエイム力を今発揮しないでくれ。ちょっと待って、これ使おう、これ使って。いや、フォトングレネード超使えるんですけど。まあ、手にわざわざ作って使おうなんては思わないけど、ウニョウニョくんが勝手に開けてくるから、それだけ対処できればなんとかなるな。鶴橋より、いや、今更ね、石の云々はどうでもいいんだよ。
一回ここら辺でセーブしとこう。ここでセーブしておこう。よし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 、いいんじゃない、いいんじゃない。なかなかうまく、うわーちょっとタイミングっていうか空気読んでよそれ。今来るべきじゃないでしょう。おかしない、ほんま。バールだ。バールをゴミ箱に捨てるってのもなかなかだよな。あ、トイレしたかったね。オッケー、トイレ終了。確かに今したばっかりだからすぐにトイレは必要ないわ。これ早めに戻ってちょっと寝といた方がいいか。ちょっと空気読めなさすぎでしょう。よし来た、電源オン。かかってこいクソども。死ぬ覚悟はできたか。ちょっと待って、なんかこれゲージ減ってね。これはどういうゲージが減ってんだろう。うわーちょっと、うわーちょっと、ちょやばい、なんかやばいことになってんだけど、すげえことになってんだけど。うわーなんかそこら中で撃つから処理落ちが半端ねえ。すごい強いけどすごい強いけど、よし OK、 すごい強いんだけども、なんかそこら中でそこら中で弾が飛んでるから処理落ちが激しい、激しい処理落ちとの戦い。このモニョモニョくんはそんな強くないから、勝手に扉開けてくるぐらいしか脅威がないから倒したい。あ、超強いじゃん。え、一瞬で終わったんですけど一瞬で終わったな。よし、オッケー、着いた。一回セーブしておこうか。もうこれでマップの形は確定してるから、もう引き直しても意味がないからな。ロードする時間の無駄になっちゃうから、これで進んでいきましょう。おっと、あれ、お前ら倒さなかったっけ。やべやべ、やめて、行って、ちょっと待って、どっからかなんか飛んできたけど、なんかゲロっていうかあれが飛んできたけど、どこ、こっちにいたのか。ん、あれか、あの虫の攻撃か、もしかしたらね。ここが怖いんだよな。ここが魑魅魍魎だったから。よし、ソフトドリンク。おっと、やっぱり。ミシャグジ様が。レベルアップ版ミシャグジが来てる。よし、オッケー、倒した。イエス、イエス、イエス。I can do it。いや、広いな。てか、あの、百鬼夜行を思い出して、ちょっと、うわ、ちょっと、待って、ミスってる。フラグアウト。よし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 。フラグアウト。よしよし、いいね、いいね。フラグアウト。フラグアウト。あと一個になっちゃったけど、オッケーオッケー。いやー、ミスったな。回復アイテム使っちゃった。まあでもいいか。ちょうどダメージ食らってたし。いやー、思った以上にグレネードがすごい役に立つな。めちゃめちゃ使えるぞ、このグレネード。セーブしよう。もう後半になってからセーブの頻度が半端ないけど、もうしょうがないよね。死ぬと超戻されるから、こまめなセーブは必須。で、こっちも、あれか。ここ繋がってて、ん？あ、エレベーターだ。あ、マジか。
早っ。エレベーター見つけるの早っ。てことは電源がもうあるってことか。おお、電源ルームではない。あ、なんかコアパーツだ。銃のコアパーツ。カメラ。そう、カメラもな、欲しいんだけどな。ちょっとカメラって高いよね。よくわかんないけどカメラってなぜか高いよね。あ、ピストルも入ってる。ピストルはもう今更いらないけど。よし、オッケー。これで電源が入った。やったね。これは探索がしやすくなるぞ。ということでセーブしよう。いや、もうものすごいセーブの量ですけども、これもね、致し方ないんですよ。皆さんにはご不便をおかけしますが申し訳ございません。こっちはじゃあなんだ、何があるのかな。とりあえず見るだけ。うわ、フラグアウト。待って、ミスった、ミスった。うわ、骨折られた。あ、それ当たんかい。よしよし、よし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 。やっぱショッティ強えな。ショッティの強さな。そしてやばい、骨も折られたし、半端ねえことになってんな。恐ろしいよ。出血はしてないな。ナノキャスティングキットで大丈夫だ。いやー、ちょっと辛い状況になってきましたね。あ、これ回復量がちょっと早いんだな。回復量が早いっていうか、回復は少しだけ早いんだな。まあ、最悪こいつらと出会う前に戻ってっていうのはあるけど。何に唾入ってんだお前。軽いホラーなんだけど、何と戦ってたんだよお前は。いや、ちょっと待って。いや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 、あの、おかしくないですか。数がやっぱりなんかちょっとおかしいなって思うんですけども、そんなことはないですかね。やべやべ、下がれ下がれ。まずい、ちょっとミシャグチ様と合体してんだけど。キメ、そういうキモいことしないでいただきたい。よしよし、オッケー。この大振りの後は割と余裕が出るから、そこでダメージ与えていくのがいいね。よし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 。ふぅまだ出るか、まだ出るか、この鬼どもめ。どれだけ俺を殺せば気が済むんだ。いや、まだいるな。いや、どんだけいんのおかしいでしょ、おかしいでしょ。量がちょっと、あ、やばい、危ねえ。量がちょっとおかしいな、君たち。加減というものを知らないね。加減も知らないね、君たち、もしかして。ああ、じゃあこれつけるか。よし、これで温度は大丈夫。これで温度はあったかくなっていくはず。よし、じゃあ一回セーブ。ねえ、乗ってた。最悪だよ。よしよし。一番下の階にあるってのがな、なんかちょっと闇っぽいけど。で、ここは OK だな。もうこれで寒さに凍えることはない。ものすごい勢いで温度上がってくからな。すごい技術だよね。うわ、なんかいるな。また地味猛量。よしよし、一人ずつ来い。やばいやばいやばい。ちょっと待って、この吐いてくるやつマジやめて。いて、やばいやばいやばい。次当たると死ぬぞ。銃が熱すぎるじゃない。命を守ってる銃を捨てるんじゃない。危ねえ。
う何もか、超出待ちしてるんだけど、超出待ちしてるんだけど、やばいやばいやばい、よしよしよし、オッケー、銃は拾った。あれ、あのモヤモヤくんどこ行った？あ、いたいたいた。モヤモヤくんも脅威になりうるからな。ちょっと待って、ショッティはちゃんとつけとかないとまずい。よし、オッケー。ショッティもう壊れそうだな。早いぞ、壊れそうなのは。うおっ、おいいや、だいぶ変わる感じか。いやー、変わんないかもしれん。変わんないね。変わんないね。いった。ちょっと、自分から当たってくのは NG でしょ。早いんだよお前ら、キモい上に早い。よし、オッケー。全然オッケーじゃない。使い分けてたっていうわけじゃなくて、素が出てるってただそれだけの話なんですけど。やめろやめろ。よしよしよし、こっちは割とあれか、あっちに比べたらって感じ。いや、どうだろうな。危ね、お前近づくなよ。ちょっと、もう回復かけとこう。いや、変わんねえな、変わんねえっす。危ない危ない。ちょっとダブル折りされた。おっ、死んだか。危ねえ危ねえ危ねえ。これ一回戻るかこれ一回戻るか。やばいぞこれ。これだけ潰さし、これだけ潰していいから。うっ、何その横からやめろみたいな感じで突っ込んでくるのFF で言うとなんか2個目ぐらいの武器でアダマンタイマイと戦ってる感じでしょ。だってこれおかしいもんだってこれおかしいもん。 It's a miracle みたいな感じだもん。ほんとにこの量はおかしいでしょ、さすがに。やめろ。うわ、ちょっとその踏み込みな、本当に踏み込み強いから。まだ死なんか。3発ぐらいで死んでくれ。エネルギーパックも無限じゃねえからさ。よしよしよし、なんとかなってるか。出血してんじゃん。ちょっと待って、出血してる。包帯使って、あ、包帯もうなくなっちゃったか。うわっ、くたばれゴミ虫が。暑いじゃない、暑いじゃない。お前は暑くても銃を捨てちゃいけないんだ。そういう星のもとに生まれてるから。いや、当てて当てて。当てて。いやいや、当てて当てて。何してんの何してんのいや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 。お前は俺の言うことだけ聞いてればいいんだよ。足が折れたとかうるせえんだよ、本当に。いやー、何にもねえし、ピアノあるだけなんですけど こんだけ倒してピアノがある部屋を開放。
いや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 、おかしいでしょそれはさすがに、それはさすがにおかしいでしょ。ここだ。もうちょいか、もうちょいっていうか、あとこっち見てどうなるかだな。セーブしよう。てか最悪エレベーターのところでセーブしてもいいんだな。つか結構回復できたな、ありがたい。こっちもこっち、そうだよね、お前らいるからね。あぶね、もうほほ、いやいや、アーマーが壊れたとか、いやいや、来て来て、壊れたとか言ってる場合じゃないでしょ。いや、充電が必要。今充電してる場合じゃないんだけど。はい、死亡。でここでなんかでかいのが、これ壊してたら入ってきた記憶がある。あー、やっぱ入ってきた。お前ら何なんだよ本当に。何を嗅ぎつけて入ってきたんだよ。いやもうちょっときついっすよ。あぶねあぶね、すげえ踏み込み、あっぶなー。こいつ倒したらセーブしよう。よし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 、いいぞいいぞ、いい感じに、いい感じに踏ん張れてる。ただもう武器はボロボロだ。武器も体もボロボロだ。こいつがいるとな、マジ扉勝手に開けてくるから、ほんと勘弁してほしいよ。なんだよこいつ、なんでカバーしてんだこいつ。出た出た、こいつ卵の守護者、眉の守護者。よし、オッケー、倒した。違う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 、よし、セーブセーブ。いやー、やっとだよ、ファイナリーですよ。やっとここまで来たけど、この先どうなってる。敵の存在は 12%。 いやー、倒してるのに増えてるっていう、ちょっとおかしい状況になってますね。こんだけ倒して 1% 増えるって何それ。金属はマジでありがたいからもらっていく。いや、おかしくないあー、どうぞどうぞ。いや、おかしいでしょ。こんだけ超敵を倒してさ、こんだけだよ、こんだけもう命かけて敵を倒して、この施設の敵の残存量が 1% 増えるっておかしいよね。さすがにワロタでしょ。それはなんかちょっと違うんじゃないかなって思うんだけど。だってあれでしょ、レインボーシックスシージで言うと、あのテロハンでさ、あの残りテロリストは1人つって倒した後になんかあの30人ぐらい来ちゃうみたいな感じでしょ。もう意味わかんないじゃんゲームとして破綻してるよ。だれー、こんだけこんだけ弾と命と回復アイテム使わせて戦わせておいて敵の残存量が 1% 増えるとは、これいかに。こいつ飛ばしてくるところがちょっとよくわかんないんだよな。早よ死んでくれ。いやー、ちょっときついっすね。回復アイテムがもうないってのがちょっと問題だな。一回戻って寝た方がいいか。ここは行き止まりか。
この中に回復アイテムとかない？あ、これはや、これはまずい。眉は壊しておかないと。待って、ここ、あ、よかったよかった、治療キット入ってた。治療キットこれ入れとこう。いやー、危ない危ない、なかなかデンジャラスですな。デンジャラスっていうか、もうめちゃめちゃ死んでるけど蹂躙されっぱなしだけども。よしよし、でも回復アイテムを見つけたのはでかい。これでなんとか踏ん張ってこのフロアを完全制覇はしたいな。問題はここだ。ここを開けると地味魍魎パラダイス。おい、お前は本当に何に向けて撃ってんだよ。大半がよく分かんない方向に向けて撃ってんじゃないか。よし、オッケー、倒した。いいねいいね、一回セーブだあいつを倒したからセーブだ。つかもう服がゼロか。え、本当にゼロなの？うわ、ちょっと待って、やばいやばいやばい、来るの早っ。踏み込み踏み込み、こいつはまだいいんだよな。あの吐いてくるやつが、お、うっそ、踏み込みの鬼だないるねいるね、ここで型をつけたい。ここで型をつけたい。よーし、オッケー。踏み込みの鬼撃破。うわ、ちょっと、ミシャグジ様も来た。うわ、お前、吐くタイプか。吐くタイプっていうか、ミシャグジ様第一形態ですね。しっかりここでセーブだ。もう、これやっていかないと進めないよ。この卑怯戦法っていうか、セーブ。セーブセーブしないと進めないよこんなの。うわ、危ねえ。 SMG ももうこれ帰ったらクリーニング出さないと壊れちゃいそうだし、こっちはなんもない。もういいよもういいよ、敵出てこなくて。ちょっとふざけんじゃねえよーって感じだねマジか、本当にこんだけ戦わせておいて結果行き止まり箱の一つもない。ちょ、お前お前なんだよ。いや、もう俺は脱出すんの、脱出すんの早え、早えよ、本当にもう移動が。ちょっと待って、もう脱出するから、許して。もう脱出するから許して。いじめないで、俺のことを。うわ。これ、収穫が、収穫はうんこなんだけど。マジかよ。もう一生スピリットプラザに足を踏み込むことはないでしょうって感じだな。めっちゃ噛んだけど。電源で、バイオファームは、オフライン。バイオファームも敵が結構いるな。ここもオフラインでいいのか。あ、なるほどね。ここに電源を入れるとこうなるわけか。今度はレオ地区かな。どこ行ってもあんま変わんなそうだから。次は領地区に行こう。よしよしよし。
じゃあ、あとは軽く準備して次回のための準備をしておしまいかな。じゃあ、まあ眠れないけどここら辺でいつものところで終わりにしておきたいと思います。ということで、サブテレイン今日はこの辺りで終わりにしておきたいと思います。遅くまでありがとうございました。お疲れ様です。おやすみなさい。